平野紫仕様の主演映画が公開か滝沢秀明が狙う元ジャニーズ飛べメンバーの売り出し方。性加害問題でジャニーズ事務所が窮地に陥っている中、かつての幹部たちは自ら切り開いた道で注目を集めている。ジャニーズ事務所で副社長まで務めた滝沢秀明氏は、自身が社長として芸能プロダクションも兼ねる飛べを設立。 広く知られているように、元 V6 の三宅健をはじめ、元キング、リンチェの平野市要や神宮寺歌などジャニーズ事務所で活躍していたタレントが所属しているアーテイル。ジャニーズ事務所の性加害問題が加熱していますが。がまさに戸べに若み風が吹いたと言える。元タレントで結成した、ジャニーズ性加害問題当事者の会が9月4日に記者会見をしましたが、 この席で刑事告発の意向や10年近くは被害者救済の環境を作ると話した。これでジャニーズ事務所のイメージはさらに急落して問題が長期化しそうなことを受けて CM スポンサーが手を引く準備を始めたと言われる。また所属タレントの大量離脱も予想され、飛べが受け皿になる可能性は十分にあります。スポーツ上記者。 そんな純風みつるほなタッキーよりも前に、ジャニーズ事務所を飛び出して長き五郎、カトリ慎吾、草豪と事務所を設立したのが、元スマップマネージャーの飯島道氏だ。飯島氏は落ちこぼれだったスマップを国民的アイドルに押し上げた功労者で、ジャニーズ事務所の幹部として山下智久、キスマイフトにセクシーゾーンノ井ドの売り出しにも関わった。 そんな飯島氏は、ジャニー北川氏の姉で、実質的な経営者だったコメリー北川氏とトラブルを起こしてジャニーズ事務所を飛び出した過去を持っている。飯島氏が次期社長だとマスコミに報じられ結果としてメリー氏に週刊文春の取材で出席される様子が紙面に掲載された。今ならパワハラで訴えられるレベルの暴挙で、飯島氏はスマップトップの独立も考える様になる。 結果、スマップは解散して3人を引き連れて飯島氏は独立。その後、新しい地図として再出発するも、ジャニーズ事務所からの圧力でテレビや雑誌から干されます。この騒動は、厚生取引委員会がジャニーズ事務所に注意をする事態にまで発展している週刊式者。独立後、アビーマなどの配信番組にしか出られなかった新しい地図のメンバーを、 飯島氏は地道に営業して映画でブレイクさせることに成功。その後、草は2023年1月から罠の戦争、富士テレビ系で民放ドラマに本格復帰し、10月からは NHK 連続テレビ小説、不ギウギにも出演予定だ。香取も中井雅宏の冠無理番組、松本中井、富士テレビ系。 にて、4月30日の初回放送にサプライズ出演して大きな話題を集めた。飯島氏は3人を売り出すためにとにかく様々な人脈を使った。結果、新しい地図のメンバーが出演する映画、ミッドナイトスワン、クソ野郎と美しき世界、サバカンサバカン、と評価の高い作品をプロデュースして成功させた。結果、 ジャニーズ事務所に損度していた民放にも風穴を開けてスマップ時代に付き合いが深かったフジテレビで本格復帰になった。その豪腕ぶりはジャニーズに打ち勝った女として芸能界ではカリスマ的な存在です。民放関係者。そんな飯島氏だが同じくジャニーズと他元を分かつことになった滝沢氏と会合を持っていたことがスクープされた。 この一方は、スポーツ日本にて、極秘会談、として報じられた。記事では、飯島氏を愛しとぼかしているが、経歴を見れば飯島氏であることは明らかだ。スポーツ日本は性加害問題で早くから詳細に記事化しすぎてジャニーズ事務所といざこざがあったようだ。今回。 ジャニーズの宿敵であるタッキーと飯島氏の密会をわざわざ報じたのは、ジャニーズ事務所への宣戦布告ではないかと言われている。それだけに二人の密会は信憑性が高く、芸能界では話題不当になっています。芸能関係者。一部では、滝沢氏と飯島氏が手を組んで、反ジャニーズ事務所の連合を組むのかと噂が立っている。しかし、実際は、 滝沢氏が飛べメンバーの売り出し方を飯島氏に相談しているというのが本当のところらしい。タッキーは平野の売り出し方として映画での主演を狙っているようだ。レンドラの話もあるようですが、いい役を得られるとは限らない。そこできちんとした作品性の高い映画に出演して俳優としての評価も上げたい目論ろみが 飯島じには映画制作において大企業木下グループの木のフィルムズがスポンサーについている。創業家が手をかけている事業で新しい地図のスポンサーには木の下グループがついているようなもの。タッキーはこの人脈を紹介してもらって飯島じの会社で平野の映画をプロデュースしてほしいと相談していたようです。民放関係者。早ければ。 今年の冬にも平野が主演の映画の情報が解禁されるとも言われている。ジャニーズ事務所を去ったカリスマ二人が手を組めば話題作が出来上がることは間違いなさそうだ。それでは次回の記事でもお会いしましょう。皆さんありがとうございました。